栃木のきらり人。栃木県イメージアップ貢献賞は、栃木県産業協議会が主催し、産業経済、芸術文化、教育社会貢献、スポーツの4つの分野で優れた業績が認められ、栃木県のイメージアップに大いに貢献した企業、団体、個人の功績を称え、今後一層の発展とご活躍を期待して贈られます。今回のきらり人は、教育社会貢献部門受賞、日光市の NPO 法人足尾に緑を育てる会です。 NPO 法人足尾に緑を育てる会は、銅山の塩害などで荒廃した足尾の山の緑化に取り組み、日本河川協会主催河川功労者表彰を受賞し、栃木県のイメージアップに大いに貢献されました。こんな大賞をいただいてね、本当にうちのスタッフはもう光栄に思ってます。また子どもたちにもね、足尾にたくさん来ていただいているので、こういう結果もね、公表してますます安全で安心な足尾の食事を進めていきたいなと思ってます。今年25年になりますが、年間1万本を目標にしてますけど、来ていただいて1本でも多く植えていただければそれでいいなと思ってますのでね、結果は後についてくることで、そういうふうな理解をしています。まあ、最初はね、もう無我夢中でしたから、とにかく枯れないように植えて打つのが趣旨でしたから、今少し技術が増したしたり、アドバイスをいただいてますので、これを利用して、子どもたちにもそういうふうな食事のね、伝え方をしていけないなと思ってます。まあね、最初失敗しました。だけど成功のもとなんでね、実際にはこうやって足尾の山をね、食事するにはやはり官と民の共同緑化事業ということで始めましてね、この荒廃した山に直にね、その植えるってことは非常に厳しいんで、やはり整備をしていただいてですね、でそこはあと、私たちの会が追って呼ぶような形をスタイルを取ってますので、そうしないとですね、怪我人がたくさん出ちゃうんですよね。今までね、20年やってみましたけど、大きな怪我は全くないのでね、それで、重視しながら進めていこうなと思ってます。関東でですね、修学旅行が東京方面の方は日光が多いんですよ。で、日光の行き帰りにですね、ぜひ足によってね、その環境を学んでもらうということで、観光会社にですね、パンフを送ったり PR してもらって、今そのような形で子どもたちがたくさん足に足を運んでくると、修学旅行の行き帰りですね、多少の時間を取ってもらって食事をするという、助成金とかですね、いろいろそういう団体さんが協力してもらってますので、これを継続しながらですね、それとやはり先ほど話したようにですね、高齢化してますので、で山との挑戦ですから、どうしても若い人のね、エネルギーが欲しいわけなんです。ですから、まあ、毎日とは言わずですね、都合の良い日にぜひその足尾に来て、指導力と体力をですね、補っていただければありがたいなと思ってます。